アメリカ合衆国テキサス州北東部、コリン軍に属し、同軍の軍庁所在地、人口では、プラノ市に次いで、第2位の都市である。2010年国勢調査で、の人口は131万1171人で、ある。アメリカ合衆国の人口5万人以上の都市の中で2000年から2003年、さらに2006年に、人口増加率が最大だった。2007年では、 人口10万人以上の都市の中で人口増加率第2位2008年では第3位となった。2010年8月 CNN の雑誌マネーの全米で住みたい場所リストでは第5位になった。ダラスフォートワース都市圏の北東端にあって人口増加率の高い地域社会の中に入っている。マッキーニー氏もコリーン軍もテキサス独立宣言に署名し、 テキサス共和国レッドリバー地区の大議員を務めたコリン・マッキニーにその名をちなんでいる。マッキニーはテキサス独立宣言に署名者かつ州北部の軍部を設立する法案を起草したコリン・マッキニーにちなんで名付けられた。1849年3月24日、マッキニー氏となっている土地3000エーカーの所有者であるウィリアム・デイビスが120エーカーを町のために寄付した。 その10年後にマッキニーは自治体化され、1913年には市政委員会方式の市政府が採用された。マッキニーはその初めの125年間の歴史で軍の商業中心として機能してきた。この軍庁所在地では農民たちに小麦粉、トウモロコシを供給し、綿棒食場、綿栗機、綿や敷機及び綿種使油製造機を備え、また銀行、教会、 学校、新聞、さらには1880年代からオペラハウスができた。企業としては繊維製造工場、製氷会社、大型乳製品工場、および衣類製造会社ができていった。人口は1848年の35人から1912年の4714人にまで成長した。1953年には人口が1万人を超え、 企業は355社あった。マッキニーは1960年代まで軍の農業を中心として機能し続けた。1876年の市街図1970年にプラノがマッキニーの規模を上回った。マッキニーはゆるりと成長しており1970年国勢調査での15,193人から1990年の21,283人へと。 変化した。1980年代半ばには、プラノやダラスで働く住人の通勤のための中心となった。1985年時点では、人口が1万6000人を超えただけであり、企業は254社だった。その後に末期には急速な人口増加を味わった。2000年国勢調査では、人口5万4369人、企業数2005社となり、 2006年の推計では人口10万7530人となった。2010年時点では約12万8000人となっている。2010年、マッキニーは雑誌マネーの全米で住みたい場所リストでは第5位になった。以下は2006年の推計による人口統計データである。2007年推計によれば 世帯あたり収入の中央値は74,790ドル、家族あたりは87,193ドルとなっている。マッキニーは北緯33度11分50秒整形96度38分23秒、北緯33.19722度整形96.63972度、33.19722-96.63972 33. に,に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は58.5平方マイル。このうち陸地は58.0平方マイル。水域は0.5平方マイルで、水域率は0.82%である。マッキニーは温暖湿潤気候に属すると考えられている。マッキニー市内には、アメリカ国道75号線と道380号線が通っている。 コリン郡地域空港が市内にある。市境には、修道121号線が走り、その一部区間は、有料道路とするために現在建設中である。近くのプラノとは異なり、ダラス地域高速鉄道のライトレールが通ってはいない。しかし、今後現在線を使ってマッキニーまで延伸する、可能性がある。マッキニー市の南部のクレーグランチには、クレーグランチが経営する、 トローリー線が運行されている。主要高規格道路、編集鉄道、編集マキニー市の発行する、包括的年間財政報告書によれば、市の予算は、歳入1億9480万ドル、歳出1億8250万ドルとなっており、総資産1億4450万ドル、総負債2480万ドル、 現金と投資額1億2770万ドルとなっている。市内にはコリンカレッジのセントラルパークキャンパスがある。1986年1月に開校し、2009年には新しい図書館が追加された。マッキニー市の公共教育は主にマッキニー独立教育学区が管轄しているが、西部のいくらかは隣接するフリスコ独立教育学区に南部は アレン独立教育学区に入っている。高校はマッキニー高校など4校ある。2006年の雑誌ニューズウィークによる全国学校ランキングではマッキニー高校が対象選考のうちの191位にランクされ、マッキニーボク高校は237位だった。2008年のランキングではマッキニー高校が対象選3 0 0校のうちの642位にランクされ、 マッキニーボク高校は771位だった。ダラスモーニングニュース紙では、アメリカンフットボールの評価で、マッキニーボク高校が、州内第4位、地域内で第3位に挙げられた。中学校は、ダーウェル中学など5校、小学校は、ベネット小学校など19校がある。このうち8つの小学校が2006年のテキサス州月間市によって、 テキサス州裁量の公立学校リストに入った。マッキニー氏の発行する包括的年間財政報告書によれば、市内の使用雇用種11欠は以下の通りである。2010年8月、CNN の雑誌、マネーの全米で住みたい場所リストではマッキニーが第5位になった。テキサス州で10欠に入ったのはマッキニー氏だけだった。マネー氏は、 ダラスに近い多くの町が低犯罪率、手頃な住宅価格及び良い仕事がある。マッキニーも例外ではない。そこを際立たせているのは中心街の宝石である。マッキニーは過去10年間で狂気のように成長したが、池や公園、散歩道で囲まれ樹木が茂る地域をドライブすれば、それが嘘のように思われると報告した。過去7年間、市内に建てられた。 環境性能評価システムにかない持続可能な建物のことで全国市の注目を集めてきた。市内にはウェストワールドホールディングスが投機的に開発し環境性能評価システムで初めてプラチナ認証した民間開発オフィスビルや州内発の持続可能な学校であるロイリー・ウォーカー小学校がある。ゲンスラー社が設計したパットロブ・トヨタは初の環境性能評価。 システムシルバー認証の自動車販売店となり、世界中からの訪問者を受け入れる自動車販売店の緑化について折り紙付きのものになってきた。さらに、ウォルマート店舗で実験的に持続可能にした2店舗の一つが、マッキニー市内にある。この施設は、太陽光発電、雨水再利用システム、廃油暖房システム及び2機の風力、発電システムなど、 多くの持続可能な設計要素と概念を試験し、促進するために工夫された。テレビ局ライフタイムの映画、ファブファイブザ・テキサスチアリーダースキャンダルは、マッキニー北部で起こった実話を元にしている。監督は、コリン・カレッジの卒業者、サミー・マッキーだった。マッキニーでの住宅開発である、ストーンブリッジランチのアドリアティカは、クロアチアのブラチ島にある、 スペタルの街を部分的に忠実に再現して建設されたので最近クロアチアのニュースで取り上げられた。ありがとうございます。